皆さんこんにちは今回は昭和の戦前ですね田中義一内閣国内外交あたりのところから次の浜口内閣の経済井上財政のところを見ていこうと思います今日のラインナップです参りましょう田中義一内閣では外交では張作林爆殺事件など中国問題を中心にそして国内では治安維持法改正などこのあたり無産政党への弾圧というところを見ていきます次の浜口内閣では井上淳之介大蔵大臣の下で金会議 金輸出解禁が行われ重要産業統制法なんていうのが作られたりします一方で国内は昭和恐慌という大不況に陥ってしまったこの辺りを見ていこうと思います ははいそれでは田中義一内閣ですねえ前回の引き続き声優界の田中義一内閣、まあ、ちなみに外務大臣は兼任田中義一首相が兼任していますえそんな中でまずはパリ不戦条約ちょっと単発な形にもなりますがアメリカの国務長官日本でいう外務大臣ですねケルクとフランスのブリアンこれも外務大臣この提唱によってフランスはパリでまあこれ軍艦などを持ってもそれを使わないといったそういった条約ですねパリ不戦条約というものを調印ということになります そして強硬外交中国に対しては前回の若月内閣で協調外交あまり強硬に出なかったのが、まあ、180度変わって強硬外交これもあって経済のところでねその若月内閣が潰されたんだけれどもモラトリアムななどができたとということにもなりますまずは1927年から、まあ、いわゆるこれ北伐に対すする干渉ですね前の内閣のところで介石の邪魔をしないと言ってたけど、まあ、邪魔をする。 1>, 1時から3時にわたって第1次三島出兵第2次三島出兵第3次三島出兵と3回にわたって三島省もともと三島省というのはこれ日日本本人ががいたたりして日本のここれれあった場所なんだよねこれ9か国条約なんていうところの後をこの辺りの権利を返すことになってますけれども返してますけれどもね日本人がたくさんいたその日本人を守るという面目で中国の戦いから守るという面目で兵を出しそして日本は 中国北方軍閥の張作霖という人物を信用していたしかしその張作霖に日本が満州守るからあとよろしくねって頑張ってもらってたしかし張作霖が結局介石との戦いに敗れこれ法廷に戻ってくる。 満州に戻ってくるそうするともう日本はこの人の味方だったはずなんだけれども逆に帰って来られても困る日本が好きに支配してたところに戻ってこられるとなんていうのもあり法廷に帰る途中列車ごとこの張作林を殺してしまうなんていうまあ無茶苦茶な事件ですねまあ関東軍これこの当時中国にいた日本軍関東軍と言いますこの後もよく出てきます実は関東都督府というのを明治の終わりにやっていてそれが 大正時代に、ね、関東軍と関東庁という軍と役所に分かれた、まあ、これは関東といいますけど失ようですが中国の関東省にいた日本軍ですね日本人の軍隊ということになりますでそこ関東軍の人たちが趙作林を列車ごと爆破して殺してしまうという、まあ、むちゃくちゃな事件が起きてしまいます。 これをさすがにね日本の味方であった張作林を殺してしまったこんなのはひどすぎると国内でははっきりと張作林爆殺ってひどい言葉だしねこれはまあオブラートに包むような形ではっきりと言わずこれ「満州某重大事件」なんて呼ぶことも多かったで、まあ、こんな話が出て天皇なんかも日本の天皇なんかももちろん天皇が命令したわけじゃないからねこれはひどいなんて、まあ、その後処理をを巡って 田中義一内閣は総辞職に最終的に追い込まれる、まあ、この田中義一がやったわけじゃないんだけどねその後処理をめぐってこの内閣は退陣に最終的に追い込まれます、まあ、事件の直後とかではなくていろいろ話はまだあるんだけどその内閣が潰れる一つの要因になったというのがこれなんだ超サクリン爆殺事件というのをまず確認ですそしてここから国内の状況かなこうあえて分けてしまってもいいかもしれませんね。国国内の状況外、まあ、外交、まあ国外 国内いきましょう1928年普通選挙法による最初の総選挙が行われる思い出して普通選挙法っていつ制定されました衆議院議員選挙法が改正されたのはいつだったっけ忘れた人たらしっかり戻って確認ね1925年加藤隆明内閣のところでほら安倍ともちなんてやったじゃない治安維持法と普通選挙法ねで 選挙法が変わったところで、その後すぐに必ず選挙が行われるとは限らない。まあ、選挙って毎年やるわけじゃないからね。何年に1回ですから。その。 最初の普通選挙法に基づいての選挙が、この二十八年に行われたんだよ。二十五年に法律改正。しかし、まあ、その後、二十六年、二十七年、選挙がなかったので、二十八年。これに基づく、その普通選挙法に基づく、最初の総選挙が行われた結果。いいですか。無賛政党員が八名当選するということになりました。思い出して、無賛政党って何でしたっけ。無賛政党って何でしたっけ。 この無産政党は財産のないもの、まあ、いわゆる労働者の人とか、ね、農民とか小、まあ、作人とかですけどこういった人たちを守るというような政党でした。でその無産政党から8名も当選したって大騒ぎになるんですよ。あれ 8名ってそんなに多いのかななんて話なんですがまずね、まあ、誰でも投票できるようになったということでそういったあんまりお金がなくて投票できてなかった人たちの票を集めてこれが当選するわけなんですが細かい話をするとねこの時実は大きな政党それこそ声優会とかにむっちゃ有利な小選挙区制っていう制度だったんですよ選挙のやり方が。そんなな大きな政党に有利 ちちっちゃい政党はすごい不利なそういう選挙だったのにもかかわらず8名も当選しただから選挙方法がちょっとでも違ったらもっとすごい数当選した可能性もあるこれはまずいと当然ね無産政党がたくさん当選すれば自分たち政権を持っている声優界の人数は減る可能性もあるわけでこれはまずいと何とかしなきゃとで315事件416事件 三月十五日、四月の十六日に、全国一斉に、この共産党の人たちを、これ検挙逮捕しまくっていくという事件を起こします。ちなみに、この共産党で、逮捕されちゃうの、そうだよね。いわゆる、共産主義の団体作ったり、それに入っただけで、逮捕、なんだっけ、これ。治安維持法、治安維持法、この。 普通選挙法とアメの関係だったね同じ1925年に制定されたものだったこれによって3月15日翌年4月の16日お前共産党だろう対話されまくりさらにその治安維持法の中では覚えてますか最高刑はまあ、細かいけどね懲役10年ということだったのをここで治安維持法を改正して最高刑を死刑なんていうふうな形に変えていくより厳しくしたさらに特別高等警察という 明治の終わりにね退却事件ってやつの後と特別高等課っていうのが警視庁内東京に置かれたんだけどこれが全国に設置されそして全国でこういったね共産党の弾圧なんかをしやすいような形にしていったうんこんな流れ見えてきた最初の総選挙で無参政党員がたくさん当選したから共産党とかを弾圧する事件とか法律改正して警察作って国内的なねかなり厳しい政治なんかを行ったこれが 田中義一内閣しかし最終的にはこの外交問題で調査国人爆殺事件の後処理なんかをめぐって内閣は総辞職に追い込まれてしまったということになりますはいそれでは続きいきましょう田中義一に代わって浜口調査地内閣この田中の政友会に代わって民政党元憲政会だったのがちょっと人入れ替わって民政党立憲民政党と名前変わり 井上淳之介大蔵大臣の下での財政政策見ていきましょうなんて言ったって一番金解禁です金輸出解禁もこれ覚えてください大正時代に大正時代に実は寺内正竹何かぐらいのところもしやったら戻ってくださいね1917年金輸出禁止というのが出てきているんですこの金輸出禁止 簡単にだけお話をしてるんですねこの金輸出禁止一言で言うと金本位制をやめること金本位制をやめること金とお金と交換しなくなるまあ理由もちょっとしゃべりましたこれヨーロッパが戦争中でもう金本位制やめただから日本も金本位制やめたで怒るとヨーロッパが第一次世界大戦終わって次々と金本位制に戻ってきただから日本も 金本位制に戻したんですよで金本位制に戻すっていうのはどういうことか、まあ、簡単に言ったらね金がありました例えば金がゴールドがありましたその金と日本の円を交換する日本銀行に、ね、これに地銀券持ってきてくれれば金と交換してあげますよみたいなことをやる。で金というのは まあ世界共通の価値があるその金が例えばアメリカのドールとあるいはイギリスのネーポンドとフランスのフランとみたいな感じでそれぞれの国の通貨と、まあ、金との格好共通ねこれが交換される状態になると何が分かるか例えばよ例えばよこれ,これちょっと適当な数字になっちゃいますけど金1 0ムがイコール10円だったとしましょう、ね、実はちょっとだけ数字はもっと違うんだけど本当はで分かりやすくこの金グラムを アメリカでは10ドルと交換したとしましょうわかるこんな感じで日本では10円イコール金1 0ムだって金と円を交換するのが基本姿制ですねアメリカではこの金1 0ムイコール10ドルというふうに交換した見えてきた10円イコール金1 0ムイコール10ドルってことはこれイコールこれこれイコールこれは10円イコール10ドルじゃないですか。ね、というふうに1円が何ドルかみたいな 同じ感じで1円が何ポンド何フランお金が固定相場日本の銀行で何円と何グラムを交換するかが固定されてればアメリカの銀行で何ドルと金何グラムを交換するかが固定されてれば何円イコール何ドルが固定相場という形で固まる当然これ貿易しやすいのわかる1円イコール何ドルが毎日どんどん変わっていくこれ現在もそうです。変動相場制というやつだと 円高円安でいろいろプラスマイナスそれぞれ会社に出ちゃったりするんだけどこれがないから基本的にずっと固定相場で変わらないと貿易がしやすくなるんだよまさに貿易ししししやすすくしようとして金回帰したんでわかるこれでも覚えるのが一番いい金輸出禁止は金本位制やめること金輸出解禁は金本位制に戻ること。 でこの金本位制に戻ったすなわちイコールだよ貿易をしやすくした、まあ、それはその通りなんだしかしなんとこの前の年の末からこれアメリカでは世界恐慌ニューヨークで株が大暴落して大騒ぎになっちゃってた何度も言います。これは 外国と貿易取引をしやすくしようとしたんですよ貿易取引をしやすくしたそうなりましたところがその外国が大不況で会社潰れまくったそれと取引した日本の会社も潰れまくって昭和恐慌ということになっていくんですねわかります外国とあんまり貿易しなければ関係なければその相手国がどうなったって日本にあんま関係ないですわなけど相手の会社の国が相手の国の会社は潰れまくってますからまあそこに送お金を送ったけど物が送ってもらえないとかね 大影響、大きな影響を受けちゃって、日本も絞削。それだけじゃない。この井上純之助大,大臣の元では、いわゆる緊縮財政なんていうのを行います。思い出してください。緊縮財政というのはなんだっけ？お金をまず、まあ緊縮財政って言葉をは初、まあ、始めたかもしれないね。国家に入ってくる歳入歳出、まあこれ入ってくるお金の歳入歳出、入ってくるお金より出ていくお金が多いときに、この出ていくお金を緊縮カットしていく。これが 緊縮財政昔は歳出削減と表現して出てきたりもしましたこういうことやるとどうなりますか思い出してもう詳しくはしゃべらないよ忘れた人はどこに戻ればいい明治時代にこれやった人いるじゃないですかお金を余計なお金を使わないカッ,カットカットカットこれ松方正義松方財政あの松方正義松方財政で世の中はどうなりましたっけデフレですよねデフレですよねデフレーション物価が下がります この緊縮財政をすることで物価を下げるとというようよなことをやったこれが井上順之助大蔵大臣の政策でもありました一個前の高橋晃暦大,大臣の時にお金を発行しまくって金融恐慌を収めるためにねで世の中お金がたくさん出てインフレになっちゃったお金が物価が高ければ人々生活できなかったりそこでデフレまあ物価をしっかり抑えるというねまああえてこういうことをやりました。さらに 外国からどんどんいろんなものが入ってきてそれに負けないように産業合理化、まあ、無駄なものはカットするという合理化で例えば会社なんかの合併なんかをどんどん進めていこうとする重要産業統制法でカルテル会社同士が連携していくことをこういうんですけれどもこれをまあ助長というかどんどんん進めていきます要はさ外国からまあいいものが安いものが入ってくる。 日本国内でもいろいろ戦って、まあ、より安くとかやって会社が弱くなっちゃってたらその戦いによって疲れちゃってたらこれ外国から安くていいものが入ってきて戦えないそこで日本の会社は一致団結合併みたいな形にしてで外国から来た、ね、安くていいものと戦えるようにしようその日本国内の会社の合併とかを進めるような産業合理化政策重要産業統制法なんていうことをつくらっていきます。しかしししかかまあ 大騒ぎですね結局アメリカとかの恐慌をもろに受けまあもうそもそもこれデフレって不況になるような政策でもありますあります昭和恐慌になっちゃった昭和恐慌になっちゃったいいですかこの昭和恐慌で生糸の輸出が激減この生糸っていうのは何の原料ですかははシルク絹織物の原料シルルクク絹絹織織物物のの原原料料 お金持ちの国アメリカ向けとかだったりするがそのアメリカがニューヨークの株の大暴落で大損こえちゃってるみんなもう大不況で困っちゃってる売れないわけですよ。でこの生糸を作っている農家なんかが大打撃を食らってど不況とんでもない不況になってしまった。ね 娘の身売り、軽食児童なんていうことが農家なんかを中心にね行われたりとか、もうこれ食べるものがない、食い物がないような状況なんかに本当になっちゃったりする、そんなひどい状況、昭和恐慌になってしまいました。井上淳之助、大蔵大臣の政策結局国内は昭和恐慌という大不況になってしまったというところ、ちょっとね流れたくさん中身ありますけどすごく大事なのでしっかり押さえてみてください。 はい、それでは最後練習会に、ね、入れていきましょう。今回ちょっと中身ね重要だったりするんですけれども盛りだくさんですけど見ていきますね。1928年関東軍によって満州でなんとか爆殺事件うん爆殺事件ってここ出てますからね、まあ、こんなめちゃくちゃな言葉話はここぐらいしかありません。張林爆殺事件中国北方軍閥の張林を 法典公害で、まあ日本人ですね、関東軍によって殺してしまうと、まあそんな話でした。そして国内では、1928年の選挙直後、無参政党員が8名当選したというあの選挙直後です。政府が共産党員の一斉禁決、なんとか事件を起こした。これが三一五事件。まあ3月15日だからこう言います。28年選挙直後とあるので、まあこれが三一五事件。 この後統治、自法改正などを経て、翌年二十九年に四点一六、四一六事件なんかも起きています。それから、浜口お幸内閣、経済のところが中心です。大蔵大臣、もう浜口内閣のところで、増相。大蔵大臣と言ったら、この人ですね。井上淳之助、この後殺されてしまうというところでも出てくるね。井上淳之助、大蔵大臣の元、緊縮財政や、何とか。 そして産業合理化などが行われた、うん、これ井上純之助の財政。井上財政の三点セットというふうな形で、単語カードみたいな人覚えちゃってもいいですよね。まあ、一つがなんだっけ、まあ、産業合理化緊縮財政という二つ目、三つ目がありますから。一つ目を最初に入れることになります。金解禁。まあ、ただ金解禁と書いてくれても、金輸出解禁と書いてくれても、もちろんどちらもオッケーです。金輸出解禁。まあ、ただ。 言葉の中身をししっかり押さえてほいいととうこと金輸出解禁ってどういうこと金輸出解禁ってどういう意味これは金本位制に復帰すること金本位制に戻すことちょっと金輸出解禁ということだけだと分かりづらいところもありますから、まあね、外国なんかと取引をするときに、まあ、輸入して日本の円を払う円を払うその円と金が交換できるということは円を払っているのはイコール金を払っているのと一緒ということで まあ金が外国に流れ出て流出していったりすることがまあ可能というかねあり得るような状況これを金輸出を解禁してて金本位制ににしした状況なんいいうふうふ言いますしかしまあこういった政策デフレ政策金輸出解禁なんていう中でこれ想像以上の恐慌になってしまった世界恐慌なんかがこれ日本の不況に加わる形で昭和恐慌昭和恐慌というふうな形になりました。 この昭和教皇というのが大正から昭和にかけての4つの教皇の最後になります4つ言えるかな順番に大正時代2つだよ教皇の名前戦後教皇震災教皇で昭和に入って若槻内閣で金融教皇ここで昭和教皇ってね4つ目の教皇ということでこの教皇も単語カードにするでもいいちょっと順番でセットで押さえるようにしてみてください。 はいということで今回は盛りだくさんかつ非常に中身も重要というところになります特に金解金の辺りね浜口内閣井上大蔵大臣という名前もしっかり押さえなきゃいけないし、まあ、そんな難しくないんだけど金解禁って何なのか金本位制に復帰した金本位制に戻したということ前提としては大正時代に1回やめていたというのがあるんだけどねこれをしっかり押さえる。 まあこれ講義中でもお話をしましたが金輸出禁止っていう言葉解禁という言葉と金本位制がちょっと結びつきにくいかもしれないが故にそこをしっかり覚える覚えてしまったらもうこっちのものですからあとはね内閣とか大臣を押されるだけどほぼ点数満点取れるんじゃないかなと思いますちょっと大変なところではありますがこの後もまた続きますへこたれずに頑張っていきましょう